子が揃わんやと。一月で20人は難しいですき。揃わんかったらズボン抜きでも何でもしとって集めたらええのか。はいしょ、うちが市長おかみのとこでしたら7、8人は何とかなりますが、あと何人必要ですか。やっと咲いたね。こうして突然の岩子の申し出は彩子の言葉でひとまず決着がつきました。ところがこのあと思いがけない展開になったのです。おかみさんは女に生まれて悔しいと思ったことはないろうか。悔しい、この頃よう考えます。なんで女子に生まれたがやろと。正直言うて何度もそう思うた。どういう時ですか。いろいろあったき、好きな人と別れた時も、その人の子に死なれた時も、まああてらがいくら頑張ったって世間は男の言い分で回っていくもんやき。どうぞお気に。ああそう言うたら染優が板倉製紙の社長さんに見受けされる話知っちゅうかい。ええ、この前本人からなんとのそういう話は聞きました。染湯に好きな男がおったいう話は。染ちゃんに好きな人がおったがですか。誰や思う。さあ若い人でもおったがですか。岩子や。子供の頃に岩子に拾われて、ずっと岩子のことを思うちょったらしい。けど岩子はその染め湯の気持ちを利用しよったがよ。利用って。染め湯の気持ちを利用してまでそんなことする言うて、火の玉岩子も変わったもんで。ごめんなさい。ごめんなさい。どういたがみんなして。あ、秋彦さんが見えてますき。秋彦が。姉さん帰ったがか。話があるがよ。話言うて。兄さんからの頼まるごとよ。みんなには簡単に説明しゅうたき。わしらどこへ行ったら映画ですか。何の話で。今説明するき。お姉さんこっち上がりや。みんなも中へ。いろいろあるがやけど、とりあえず兄さんの書いた覚書を向き、その方が俺の事情が入らんと正しく伝わるき。覚書って何のこと。とにかく読むき。富田屋本店は浦戸町の事務所に定め、緑町の店は秋彦一家が移り住み富田屋支店とする。なお宿買いに際し税金の関係もあり、1、亀と米は本人の希望を聞いて暇を取らせ、菊は良吉同様本店に引き取るものとする。2、木は秋彦の扶養家族とする。3、彩子の諸費用は本宅より送る。4、商売上の利潤は税金を引いた後支店と本店とで折半とする。つまりは無駄をなくし税金の節約のために俺がここに引っ越すことになったがよ。こ
んな大事な話を何の相談もせんと。おま姉さんにもいっぺん話をした上でと、なぜ家だったぞね。こんな広い家じゃきに、俺らと一緒に住んでのんびりやったらええやないか。あの人のところへ行ってきます。今中古品のことで忙しいき。こんな話うちは承服できんき。姉さん、満州から遠いところ、お疲れ様です。いやいやいや、おー、らなかなかいいとこですな。さあどうぞ入ってください。おすまへんな。大佐のおかみさんがおいでになっちゅうき。何の用やて。近くまで来たついで言うちゃりました。そうか。大将お願いします。いや、いっぺん乗った方がいいですよ。もう待っててくれたがですて。待つというほどの時間やない。あ、すまない、ちょっと便所はどこですか。あ、ご案内します。おや、今日中古品の図面側で来てきたがです。そんなもの当てが見てもわからんき。わしにもようはわからんが、なんとろうは完成した時の様子が見えてくるき。あれは、ああ、大連の遊郭で亡なった岩崎兼の遺骨やそうです。お兼、うちで住み替えを世話したらしいが、正門の場所には身寄りもおらんし、どういたもんか困っちゅうがです。お、これはまた立派な中古品やね。え、そうですろうか。おお、大したもんやから。こんなとこで何しようがよ。お、板倉製紙の社長さんと名前が並ぶんですか。はあ、大したもんやこら。お国のために亡なった兵隊さんのためにわしらができること言うたらこれぐらいしかないですき。で、場所はどこに。高知城内にという話もありましたけど、五尺ほど土盛りをした上に火が立ちますんで、ある程度の広さがいるいうことで佐川町になりました。ほう、貧乏人のためいうのは嘘やったんか。なんて言うたがですか。貧しい者の役に立ちたい言うたは嘘やったんか。急に何を言うがですか。国のためにそんなものを建てるより、このお骨の慰霊碑を作っちゅうことが先やないか。亀ちゃん、寂しかったろうね、あんな寒いとこで。ここになっちゅうなんて、よかった。
人の世はどういてこううまくいかんがですろう。ほんまに不思議やと思います。神会う時は嘘のようにうまくいくのに、ちょっとずれるととことんおかしゅうなって、神さんが意地悪しちゅうとしか思えん時があります。人生は不可解、そうやき面白いがと違うか。面白い？人の世は丸バツ三角の繰り返しじゃ。思い通りにうまくいくと思えば、どうあがいてもどうにもならんこともある。それに人と人が出会えばどうしようもない矛盾も出てくる。つまりは人生は不可解。わからんと。分かっただけでも大人になったんじゃき。愛は三年、炉は三月。操り方をやっと覚えた貝も、浮かしておけば流される。うちは今流されいうことですか？どこへ行き着くかはわしにはわからんが、こぎ続けることだけはやめたらいかん。それじゃあわしらはこれで。こんなことになって申し訳ないと思っちょります。うちがもう少ししっかりしちょったらなんとかできたがやけど。なんおかみさんのせいやないがです。そうです、おかみさんは何も悪いことはないがです。たまには顔見せてください。それと体に気ぃつけて。おかみさんもお体に気ぃつけて。ありがとう。いや、あやちゃん、お世話になります。さよなら。さよなら。菊ちゃんもね、ね、そしたらうちも浦田町の方へ行きますき。ほんまに行ってしまうが。行くよたち近いがやき。それにこっちに用があったら使いにも来るがやし。菊ちゃんごめんで。おお、こかいこかい、みんなこかい着いたで。着いたで。あきひこらが来たみたいや。おい、やっと着いたで。おい、さあみんな入った、入った、入った。遠慮せんとみんな入った。お、荷物はこの土間とその奥の部屋とりあえず入れてや。へい、お前ら奥の部屋に入ってくれ。落ち着いたら部屋を割り当てるき。この子らは今月末にマンション行くことになっちゅうき。それまでしばらくうちで預かることにしたがよ。ということで、あの子らの部屋が必要になるき。姉さんが2階の二間を使ってもらう。2階の部屋を。そうよ。あ、兄さんの方からなんちゃ聞いてなかったか。奥の角はどうします。おう、それみんな2階の北側の部屋に運んでや。へい。なんか暑いね。荷物がいっぱいあるせいやろか。そうやね。片付けたら涼しゅうなるかもしれんね。ええよ、明日は綾子は学校行っちゅう間に母さんがするき。これは守り刀や。守り刀って？母さんが嫁に来るとき死んだおばあちゃんからもろうたもんよ。お父さんと一緒になった時に持ってきたが。ずいぶん昔の話よ。あ
れからもう何年やろ。いろんなことがあったき、ほんまに遠い昔のような気がする。そうや、まだ通信簿見せてなかったよね。通信簿？そう、これ。すごいやない。これはこうという字やろ？そうや。ほとんどこうばかりやないかい。あやちゃんは頭がええがやね。体育と美術がおつやったがが悔しいけど。こんなに頑張ったがやからなんぞご褒美をあげんといかんね。何が欲しい？そうやね、オルガンと言いたいとこやけど、それは高すぎるき。そうや、今日ベルリンオリンピックで前畑選手が 200m の決勝に出るがよ。はよ片付けてラジオ聞かんと。ただいま帰りました。おう、どうやった大阪の時計は？え、無事飛びたから古江新地へ届きました。あ、これが広島で預かった金、150円です。ご苦労やった。大将、大丈夫ですか？ここんとこ何人も稼ぎ頭を引き抜いちゅうけんど、飛田でちょっと耳にしたが、老子の片山さんがこのままでは済まさんと言うらしいです。少しでも条件のええ店に紹介したらかがわしらの仕事やろ。そりゃそうですが。はい、富田屋でございます。いつもお世話様です。どれや、オリンピック受けちょるか、前畑。オリンピック前畑選手。あ、はい、ラジオ聞いちょります。そうか。板倉社長さんからです。板倉さん、はい、富田です。何か？つかぬことを聞くけんど、奥さんと別居しちゅうというがほんまか？それが何か？ああ、余計なことやが、この先集まりには夫婦同伴ちゅうこともあるき、女どもが加わるとつまらんことが話題になるもんじゃき。頑張れ頑張れ、やめんまんの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 、ヒワも前畑頑張れの声援を送りながら、それが自分への励ましの声のように思えるのでした。ほんならこれ1200枚で1円と30銭。これは次の分ですき。ありがとうございます。あんたも大変やけんど、これからもよろしゅう頼んで。はい、寄ってきませんか？富田屋さん、なあ、技師になろうっていかん？ただ焼き、なあ、おいで。見ていきませんか？寄ってきませんか？高い技術を身につけたら洋服とかも縫えますき、そうなったらかなりの収入になるがです。ああ、富田屋さん、ミシンで婦人が自立をするお手伝いをするがです。自立？これを覚えたら今までより収入になりますき。覚えた人には貸し出しもするがよ。ずいぶん重そうですね。何ですか？いえ、なんちゃありません。失礼します。おかえり。何しゅうが？今日は宿題もないき。あんたはそんなことせんでもええ。お腹空いてないか？お芋さんやったらそこにあるよ。うん。
お父さんに家に戻ってもらうよう手紙書こうか。うちが頼んだらお父さんも考えてくれと思うし、あんたはそんなこと心配せんでもええがよ。母さんちゃんと学校卒業させちゃるし、高等女学校にも行かせるき。うちは自分のことで言うがやない。お母ちゃんのことが心配やき。そうやき、母さんのことなんか心配せんでもええ言うろ。何ぞ用ですか。今浦戸町から電話があって、これから兄さんが来るそうです。あの人が？こっちの看板を向こうに移すとかで取りに来る言うちょりました。龍吉、はい、車に積んじゃってくれ。はい、おい、展開してくれ。はい、足元気付けや。はい、体の方はどうや。大方ようなって、今は医者帰りもやめちょります。二階におるがか。はい、話はあき。行かん方がええ。番茶しかないですけど。茶へ。うちに話してどんなことですか。彩子と一緒に浦戸町へ行こんか。どういうことですか。言うた通りよ。ここを引き上げてわしと一緒に暮らさんかと言うがや。なんで今さら。こんなところに半年もほっちょいて。それにおてるさんはどうするがですか。おてるには新居か大連にでも支店を出しちゃるき。それでおてるさんはええ言うがですか。わしに逆らうようなことはさせん。どうや、黙っちゃらんと何とか言え。体裁のため。体裁？中婚費を立てる立派なお人になるためには、嘘でも女房がおらんと困る気ですか。板倉さんのようなお人と付き合うためにうちが必要ながですか。わしのどこが気に入らんがじゃ。大体が紹介業を恥ずかしいだろいかんだろ。ようない商売をどういて国が許可するがよ。ましてやわしは行さんの税金を納めゆうがで。あんたは貧乏な人から手を合わせて拝まれたいだけながよ。なんやと。ほんまは貧乏人を食い物にしゆうががあんたの仕事やないろうか。お金で貧乏から救い出す言うが、ほんまはお金で女子の一番大切なもんを思う中がよ。男の仕事に口出すなぞ、あれこと言うだろうが。うちのことやつそうです。こんな暮らしをさせちょいて、うちが泣きついてくるとでも思いよったがですろ。あんたは昔からそういう人やったがよ。何でも力づくで片付けようと。黙っちゃれ。どこまでバカにするか。お母ちゃんをいじめたらいかん。早く。お母ちゃんをいじめたらうちが許さんき。お前のせいやぞ。お前が早くこんな娘に従えぞ。なんちゅうこと。お母ちゃんと離れんけ。
まずは市長さんに挨拶してもらいますき。お父さん。何じゃ。お母さんが家を出たってほんま？どういうこと長よ。自分で決めた道じゃ。お父さんが追い出したがよ。みんなそう言うがよ。お母ちゃん、うちこの部屋好きや。ちょっとカビ臭いけど、いろんなものがあって。ほら、オルゴールもある。これ、机代わりにええね。それは？中村先生から渡すように言われて。忘れちゃった。今は聞いたが、岩子さんを怒らせたがやと。落ち度があったらよう謝って土間の隅にでも置いてもらうようにせんと。それくらいの気持ちでないと女子の道はないぜよ。ちょっと出かけてきますき。どこへ。彩子を頼みます。ちょうどよかったです。今日これから伺おうと思うちょったがです。彩子ちゃんお休みしゆうから具合が悪いのかと思って。病気ですか。すいません、ご心配おかけしまして。それに何の連絡もせんと。いえ、病気でないと聞いて安心しました。それでこのお手紙に懐中を話して。彩子が何かしたがですか。彩子ちゃんずっと県立第一工場に行きたい言うちょったのに、突然女学校には行かんと言うがです。彩子がそう言うたがですか。何か事情があるがですか。何度もその理由を聞いてみたがですが、勉強が嫌いになったってそう言うだけで。もしかしたらこのところ成績が下がってきたがを気にし中がかとも思うたがですが、他に理由があるような気がして。成績が下がったって彩子がですか。はい、この春ぐらいから。でも少しぐらい下がっても大丈夫ですよ。県立女学校の試験までにはまだ時間もありますし、彩子ちゃんやったらやればできるがですき。お父さんに話すき。板倉さんとの話を断る言うたらお父さんやち考え直すと思うし、このままではあんまりお母さんがかわいそうや。気にかけてくれてありがとう。けど大丈夫や、心配せんと。彩子は2階です。お母さん。もうええよお母さん。あさみちゃんもうええがやきな。袋張りする場所はどこがええかと思うて。だいぶ綺麗になったろ。彩子、あんた高等女学校にはいかん言うて言うたが。先生におうたが。なんでそんなこと言うた。あんなお嬢様ばっかり行く学校嫌いながよ。嘘言うたらいかん。嘘やない。あんたはあんなに成績がええがいのにもったいないろうが。これからの女子には学問が大事。お母ちゃんそう思う言うがよ。何を気にしゅうが。お金のことか。それやったら何も心配いらんき。お母ちゃんどんなことしちょっても。県立女学校はお父さんがおらんの子は難しいがよ。ほんまか。親が母親だけやとダメながか。Thank you.
ちゃんどういたが？染ちゃん、うちの人に時和町の家で待ちを言うてくれますか？時和町へ？綾子のことで二人だけで話した言うたら来てくれると思いますき。忙しいのにすいませんけど大事なことですき。大事なこと？ええ。今更わしにどんな話があるかよ。綾子のことです。わしに仕返しするつもりやったらもう立派に目的を果たしたと違うか。綾子はわしを殺そうとまでしたがやき。そうやのうて、うちは綾子に頼っちょったがです。何やと？綾子さえおれば何とかやっていける、そう思うて綾子を頼りにしちょったがです。けどそれでは綾子がかわいそうやとやっと気づいたがです。綾子はうちの生きがいや。綾子がおらんとやっていけん。けどそれでは綾子のためにならん。この前あの子があんたに刃物を向けた時、このままではいかんと気づいたがです。つまり綾子をわしに返すいうことか？今はあんたのところにおる方があの子のためかもしれません。それで綾子はどういう理由がよ？綾子にはうちが説得しますき。そうか、よう決心してくれた。引き取ったからにはわしが責任を持って綾子を育てるき。もちろん県立女学校にも行かせちゃる。綾子のことよろしゅう頼みます。キュア、わしらどういてこうなったかよ。何がいかんかったかや。初めて会うた時から決めちゃったき。ようやったぜ、キュア。店にあるもんみんな買うてきた。こんなに OK。 キュア、お前はこれからどうするがよ。してもらいたいことがあったら何でも言うてみ。うちでしたら大丈夫です。長いことかかってやっと貝の漕ぎ方が分かりましたき。貝、あんたが遊郭や料理屋に世話した体張って稼ぎゆう大勢の女子の涙が教えてくれたがです。
ながらうちのためながよ。うろたちょの絵なんて絶対いかんき。あんなお父さんの子生きとうないき。綾子、よう聞きなさい。何を聞くがよ。うちはこんまい頃からお父さんのことは嫌いだったがよ。あんたはお母ちゃんとこと違うがよ。いつかは話さないかんと思っちゃったがやけど、あんたはうちが腹を痛めたことは違うがよ。あんたのお母ちゃんは友吉さん言うて義太夫を語る綺麗な人やったがよ。そうやからお父さんとこ行くがが一番長いよ。そうやろ。そんなことしっちゅうに、とんの昔からしっちゅうけど、うちのお母ちゃんは一人やき。ほんまのお母ちゃんやのうても、うちはずっとお母ちゃんと思っちゃったが。お母ちゃんやち、綾子のことはほんまの子やと思うちゅう。あんたをちゃんと育ててお父さん見返してやりたいとも思った。そんならなんで。お母ちゃんみたいになってほしくないがよ。これからの女子はしっかり学問せんと。勉強なんてどうでもええ。綾子のことを好きながは誰にも負けん自信があるけど、このままではいかんがよ。綾子のためにならんがよ。いやいや、そんなわからん。このままではいかんがよ。いやいや、いや、頼むき。私の上で止めてくれますか。はい。お母ちゃんはここで降りるぞね。風邪ひかんよう、よう気をつけて。これは。お母ちゃんが初めて書いた手紙やき、後で読んで。ここから見送ってあげるき。お願いします。
ちゃんへと思うちゅうろ。けんど自分の船を自分の力で漕いでみたいがよ。お母ちゃんは強うなりたいがよ。有無を説明できんけんど強うなって、男の人の手を借りんでも一人でも生きていけるようになりたいがよ。そうなったらきっとあやちゃんにも分かってもらえる。今はまだ分かってもらえんと思うけど。いつの日かお母ちゃんの気持ちが分かってもらえる。お母ちゃんそう思って頑張るき、心はいつも綾子のそばにおるき。綾子に負けんと一生懸命生きるがよ。Thank you.